中田彩は、ホーリネス教会の創始者、監督、中田茂春の二番目の妻。昭和のホーリネスリバイバルの中心的な人物、東京聖書学院の社官として、大きな勢力を振るった。1881年4月15日仙台市で、父今井善五郎、母嫁の長女として生まれた。後に、妹の梅代と弟の強氏が生まれる。小学校を卒業するときに、 外国人の宣教師に導かれて、信仰を持った。日本メソジスト教会付属の女学校に入り、1898年3月に卒業する。卒業後横浜の聖教女学校に入学したが、学費がなかったので、同校の一学科を受け持つことによって、その謝礼で学費を賄って学んで卒業した。卒業後、メソジスト教会婦人伝道師として、各地で伝道した。 小樽に在住の時に日本ホーリネス協会の監督、中田茂春が巡回してリバイバル集会を開催したのに出席し、その時清めの体験を受けた。1910年ハエにわたるために上京するが、検疫の結果トラホームで許可されなかった。そこで千葉県佐原町のメソジスト協会で働くことになった。1911年3月に中田茂春が 勝子夫人を失い、四個を抱えているのを見てアヤメは深く同情した。中田が再婚を思い立つと、今やアヤメを一候補として挙げた。側近の牧師たちの賛成を得て、アヤメと1911年8月に結婚した。結婚直後の1912年3月頃に、腸結核を患らい気得になるが、薬を飲まずに神に頼って癒される。1912年8月に、 明治天皇が崩御した頃に、宮城県の実家の今池に、ママ子の豊を連れて、精神的疲労のために西洋に行く。あやめの精神的疲労のために、卑怯を危ぶんだ親戚もいた。その頃夫の重春が、急性竜町にかかり、関節痛で病床に伏せると、実家より東京に帰り、夫の看病をした。夫の看病をしているうちに、綾やも下腹部に痛みを訴えて、 病の床に伏せった。療養のために、夫と共に、熱海温泉に、約一ヶ月滞在して、帰郷した。その後、出産するが死産になる。その校長結核と診断される。絶望的な病状に陥るが、周囲の人の祈りにより、二週間後奇跡的に、回復する。後に、この経験を、死の影の谷を脱出という題で、清潔の友で発表する。さらに、 流山が原因で5年後の1917年に、腹膜炎になり衰弱したが、庭平三郎、小原十三塚らと油を注いで祈ったところ、癒された。聖書学院教約社会、中田は前列左から5人目、右隣は夫重春1929年の日本、ホーリネス協会の年会で、12名男子と共に、安種礼を受けて、正式に教職になる。 1930年に東京聖書学院で昭和のホーリネスリバイバルが起こる。あやめは社官として修養生に大きな影響を与えた。リバイバルが加熱していく中で1932年の頃からあやめは逸脱し始め、あやめの指導により修養生が新学書や冬物の医療を燃やした。そしてあやめとの確執が原因で、 同じくホーリネスの教職であったままこのウゴが聖書学院を去る。1939年9月14日がんのために柏木の自宅で死去する。死の直前ウゴと手を取り合って和解して十字架で寝と言った。9月16日聖書学院内行動で葬儀が執行された。中田重春伝208ページ。しかし、これは後に妊娠のためであると分かった。 中田茂春殿211ページ、ありがとうございます。